授業をしない塾って何するの？だからそこカットして僕たちが代わりに作る、毎週定期数状態、自分の力でその分かんないところも解決して次に進めるようにしてあげるっていう、うん、日々の過ごし方を変えちゃうのが竹田塾の個別指導っていう感じなんですよね。今回始まりましたおじいちゃんなり。さあ今回はですね、再び江崎先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。今回ですね、江崎先生といえば武田塾生から、はい、武田塾のオーナーにまでなった、うん、もう武田塾を知り尽くした人なので。確かに生徒講師オーナーですからね。そうなんです、はい。まあ、予備校講師から本当に質問多いんで。多いらしいですね。もうなんか何してるんだ、授業をしない塾って何するの、でも講師がいるんでしょ、教務部あって、うん、一体何をしてるんだっていう。武田塾チャンネルで情報公開してるんですけどね。そうですね、みんなわからない、はい、まあ、分かりました。今回は、はい、まあ、何をするとこで、そして伊崎さんはどんな感じでやってたのかっていうのをちょっと説明してもらおうかなと思います。分かりました。でまず一つ目が宿題のペース管理。はい、これは1日ごとに具体的にどの参考書の何ページか何ページとか、何章か何章やってねっていうのを指定するサービスなんですよ。志望校にもう受かる前提で作ったカリキュラムを逆算して1日単位に落とし込んでるんですね。あ、1日単位、はい、これが多分自分でやろうとすると相当時間かかると思います、うん、おお、なるほど。多分1科目決めるだけでも相当時間かかりません、はい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 、じゃあ今から偏差値50の僕が早稲田大学に受かろうってなった時に、早稲田大学何学部とかまで決めてもらえたらありがたいんですけど、はい、どういう順番でやっていくのかっていうのを調べて、うん、もう年間計画作ってってや、うん、受験生やろうと思えばできると思うんですけど、その時間って成績伸びないじゃないですか。なるほど。だからそこカットして僕たちが代わりに作る、うんうん、だからもう受験生はやることだけやって、まあ、自学自習だけやってねっていう風にしてあげるっていうのが宿題ペース管理になります。その計画側をやるってことですね。そうですね。で計画も一度作って終わりじゃなくて、うん、毎週毎週特訓があるので。特訓、はい、武田塾の指導のことをですね、特訓と呼んでるんですね。で特訓の中で、まあ、まだやることがあとちょっとあるんですけど、うん、やることの一つが宿題ペース管理。なんで進捗ちょっと思わしくないなって思ったら、うん、人によってはまず量より質を取って一旦量を減らして質を担保できるようにしてから夏で挽回しようとか、うん、まあ、臨機応変にこう変えていきながらやっていくんですけどね、うん、なるほど、はい。まあ、それが宿題ペース管理になります、うん、連絡帳とかをですね、うん、印刷して渡してそこに指定されているような感じですね。なるほど。何月何日何々の何ページから何ページ、はいはいはい、そのような感じ。そういうふうに参考書の決まってるわけですね。そうですね。はあ、なるほど。で今度宿題出されてもそれやんないと意味ないじゃないですか。はい、そうですね。当たり前ですけど、そうですね、はい、でこのやるようにする、さらにそのやる質を上げるために行っているのが1週間に1回やる確認テストです。おお、これは2つ目のサービスですね。はいはいはい。これっていうのが80点以上超えないと不合格になっちゃうんですよ。はい。で不合格になっちゃうとこのペース管理の方で次に進まないっていう風になってる。あ、なるほどなるほどなるほど。武田塾根本にある考え方は一冊を完璧に、これができたら絶対成績伸びるよねっていう風に考えてるんですよ、はい、システム英単語全部一語一訳秒で答えられますみたいな、うん、生徒いたら結構基礎力高い。そうですね、もう絶対そうだと思います、うん、そういう状態を目指してるんで、まあ、確認テストで80点っていうのは同じ問題をランダムで出したりするんですけど、うんうん、まあ、同じ問題なんで100点取って当たり前のテストなんです。なるほど。やってたら絶対できるはずなんですよ、うんうんうん、そのテストが待ち受けてるんで、うん、毎週定期テスト状態みたいな感じです。なるほど。あの勉強やらない子でも唯一勉強するのが定期テスト前だと思うんですよ。はいはい、そうですね。なんで毎週定期テスト状態になるんで勉強やるようになりますし、うんうんうん、で万が一ちょっとサボってしまっただったりとか、あとその勉強時間確保できなくて80点切ってしまった、うんうんうん、もしくは勉強やり方がまずくて80点切ってしまったっていう時に、その原因ごとに対策を立てて、じゃあ次はこれをやって85点目指そうとか、うん、そういうのをこの特訓の中で決めていくような形ですね。それが2つ目ですね。はい。3つ目が個別指導ですね、はい、授業しないんじゃないのっていう方もいると思うんですけど、はいはい、講師に質問して説明受けちゃった方が、うん、まあ、自分で読むより早いっていう時もありますし、うん、まあ、大学の対策方法とかですね、どうしても補強しないといけないところとかあったりするんで、うん、そういう時間に充てる方もいますし、武田塾の個別指導っていわゆるホニャララ個別指導学院とかの個別指導ではないんですよ、はい、いやもうホニャララめっちゃ無理はい、はい、そうですね、授業をするってわけじゃないですね。授業ではないんですね。まず確認テストの採点から入るんです、はいはいはい、確認テスト採点してできてたらできてる問題の回答の根拠を言えるかを聞くっていうのが個別指導なんですよ。なるほど。だから95点取れたとして、うんうん、まあ、4択のネクステージとか、はい、ヴィンテージとかの問題集だったとしたら、うん、4番選べてても
4番の回答の根拠を言えない。なるほど。ただ単にこの問題、あ、見たことあるみたいな、1週間やってたし、あ、これ4だったわみたいな感じで答えられても、初見の問題で解けない可能性高いですね。で、それを初見の問題でも戦えるように応用できるようにしていくっていうのが個別指導であって、あの回答の根拠を説明できなかったら罰扱いにしたりとかね、そういう風にやってます。まあ、それが95点とかね、まあ、80点超えたパターン。じゃあ生徒側がやる感じなんですね。生徒側が先生に説明するっていうイメージです。はあ、なんか反転授業みたいな感じですね。あ、そんな感じですね。確かに。あとは質問してそれに答えると。生徒側が質問することもあると。生徒側がこの問題どうしても分かんなかったんですけどっていう時もあります。なるほどなるほど、はい、で、教え方もちょっとコツがありまして、はい、その例えばすごい基礎的なところなんですけど、うん、なんちゃら説って書いてあって、はい、その説って日本語分かんないですよね。あ、説が何だか分かんないんです、うん、って言われた時に、はい、なんちゃら個別指導学院とかだったらですね、あ、説っていうのは S と V のつながりのことでみたいな、はい、まあ、例を挙げるするとみたいな感じで、うん、解説始めちゃいますよね、はい、武田塾そうじゃないですよ。説って何って言われたら、うん、フォレスト調べた、エバーグリーン調べたって言うんですね。おい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 、あ、調べてないですって言ったら、あ、じゃあエバーグリーン説引いてみよう、作品で説っていうふうに探して引くと、うんうん、そこに説っていうのは主語プラス動詞のことであるとか、うんうん、説明が載ってるんですよ、例文付きで、はい、で、それをいつまでも先生に聞かないと分かんないようだったら、うん、死ぬほど授業受けないとダメですよ。死ぬほど個別指導必要になっちゃいますよ、はいはい、そうじゃなくて自分の力で、うん、その分かんないところも解決して次に進めるようにしてあげるっていう、うん、そのどういうふうに勉強したら分かんないところが分かるようになるのかを指導する時間が個別指導っていう感じなんですよ。いや、これはすごいいいと思います。これ、うん、全校舎流しましょう。入ったら流れるようにして相当分かりやすいと思います。よかったです。じゃあ確認テスト合格したパターンそうなんですけど、はい、確認テストで落ちちゃった場合ですね、はいはいはい、落ちちゃった場合って不足があると思うんですよ。はい、そうですね。まあ70点であれば 10% 不足してるじゃないですか、はい、じゃあこの 10% をそのままにして、じゃあよし来週は頑張って8割取ろうとか言っても、うん、おそらく不合格になり続けますよ、はい、その子。なんで不合格の原因をちゃんと個別指導の時間で分析して具体的なアクションプランを立てるっていう時間なんですね、うん、例えば勉強時間が足りないってなったら、うん、勉強時間増やすための施策っていうのを武田塾では講師に研修してるんで、はい、お、なるほどなるほど。まあ例えばトイレに知らない単語をまとめて貼るとかね、うん、トイレの時間って結構長いんですよ。まあ、1日10分あっても1週間で見ると70分ありますから、うん、なるほど。だったり電車の乗り方とかの工夫があります。へえ、各駅停車に乗って座れるんですよ。あ、なるほどなるほど。準急とか急行を使わないようにするとか。なるほど。めっちゃ混んでました今日も。ああ、ですよね。混んでるとやっぱ勉強しにくかったりするんで、はい、っていう方法だったり、あと洗面台に貼るとかね。お、はい、歯磨きの時間もあるんで、うんうん、歯磨きも5分とかありますよね。で、あとお風呂の中で勉強するとかね。へえ。だから勉強時間って細切れ時間とかを使ったらもちろん増やせますし、うんうん、あともっと大きな時間の増やし方もあって、はい、内職するとかね。あ、だから内職の具体的なやり方とかも武田塾チャンネルの方でお話ししてたりとかするんですよね。先生よく言ってます、まあ、そういうふうに勉強の時間を増やす方法だったりとか、集中できませんっていうことには集中力を上げる方法を教えたりとか、あと勉強法ですね。僕勉強時間、勉強法、集中力、この3つのパイがあると思うんです、はいはいはい、この円が重なると成績伸びると思うんですよ。なるほどなるほど。だからその3つで考えたときにどこが足りてないのかなって、うん、まあそれ以外の要素ももちろんあるとは思うんですけどね。例えばスマホいじっちゃうとか、はい、まあそれ集中力かな、どちらかっていうと、うん、でスマホいじらないようにするためにスクリーンタイムをもうその場で設定させたりとか。おー、なるほどなるほど。だからこれがやっぱ大手の集団事業とかできないところなんですよ、うん、なるほど。その人の生き方というか、うん、日々の過ごし方を変えちゃうのが、なるほど、武田塾の個別指導っていう感じなんですよね、うん、まあこれが個別指導でやってるようなことですかね。あ、なるほど。そういうことなんですよ。いや、これでね、うん、だいぶ謎が解けたんじゃないですか、はい、みんなだってルート公開してる、うん、そうじゃないですか、公に。そうです。え、参考書全部公開してて、うん、授業もしないで、うん、どうやってお金取るサービスなのってすごい言ってる人多かったと思うんですけど、これで、ね、やっと分かったと思いますけど、うん、そう、管理ちゃんとするっていうのが大事っていう考え方ですね、はい、ですね、で、まあ、授業を、ね、受けて受けっぱなしで、うん、成績伸びなかった人たちの集まりが武田塾ですから、そういうことですね、はい、なんで映像で出てくる人ってみんなそういう人たちですから、はい、やっぱりちゃんと管理されて、うん、やるようになるっていうのがあるんで、うん、まあ、自分自身もそうだと思います、うん、やっぱ強制されないとやらないですもんね。いや、そうなんですよ。だから武田塾来たらどうやったらそのゴールにつけるのかっていう地図がもらえて、うん、やっぱ歩いていったら間に合わないかもしれないです、うん、車乗った方がいいじゃないですか、うん、ということで車の乗り方、その勉強法も教えて、うん、車あってもやっぱこうエンジンないととかガソリン入れないと動かないんで、うん、そのやる気を出す方法とかも教えたりとか、うん、モチベーション管理とかもしてっていう、もうその3つがあれば絶対合格できますから、うん、はい、まあ、それを徹底して管理して自学自習サポートしているような塾ですね、はい。
はい、これで多分ね多くの人が分かってくれたんじゃないかなと思いますんで、こういう仕組みだったんだってね、そういう仕組みです、理解できたんじゃないでしょうか、はい、よかったんじゃないでしょうか。はい、今回関さんにおいでいただきましたありがとうございました。ありがとうございました。